敗ですけど。あ、ここはゾンビがいますね。鹿はいないですね。蜂が飛んでますね、結構ね。ゾンビはいるけど、今のところ鹿は見当たらない。来いや。娘、24、あら。よし。鹿いた。あ、いましたか。やっ私と。のところまで来れますか？何色だったかな。緑ですかね。青。青ですか。了解です。私もめんこさんと年近いですよ。マッサさん、好きな食べ物は？好きな食べ物はね、果物全般ですけどね。マンゴーとかブルーベリーが好きですよ。あとはね、肉は、お肉も好きですよ。肉はね、奮発して食べるときは、フィレステーキとか食べますよ。サーロインよりそっちを食べます。あとは何ですかね、結構ね、好きなものもありますけどね、嫌いなものも多いですよ、意外とね。ただ、まあ、好き嫌いでも、嫌いでも食べれますけどね、食べれますけど。ゾンビいたー。あれ、鹿いました。湖畔の方に逃げてます、あ、今。本当ですか。あ、今追い込み漁をしているんですた。ね。いた。追い込み漁中ですね。あ、豚もいる。お、豚もついでにいるんですね。豚ひき殺した。おし。もちもちぽんぽさん、娘24ってことで、あ、そうなんですね。かなりの、じゃあ、もう先輩ですね、私からするとね。マサさん、鹿が池に。オッケー、オッケー、いオッましケー。た。溺れてますよね、あ鹿もれ。いい、しとめた。これ拾えますかね。肉だけでいいですよね。大丈夫そうでですね、よ。肉だけでね、いいですね。肉だけですよね。よとりあえし、ず行き肉まだけ。す。おりゃ、おりゃ。すごいですね、これね。深い。大丈夫ですか？溺れてないですか？大丈夫ですよ。はい、オッケーです。ありがとうございます。マッサさん、好きな人いるんですか？わら。なんかすごい突っ込んだ質問が起きますね。今は残念ながらいないですね。はい、正直なところ今はいません。豚は引き殺して、まあそれを聞いてもね、多分細鹿を。見さんは男性だと思うんですけどね。 これは女性からの質問だったら、ああって思うんですけど。 それ聞いてどうすんのっていうのがありますけどね。ちなみにじゃあ細見さんは、好きな人いるんですか？お付き合いされてる人いるんですか？あ、鹿、もう一匹。お、湧いやてべ。きましたね。ここはやばい、ここはやばい。水の中はやばい。また水入っちゃいましょう。親に武器使ってるところ見られたら禁止になるので、来たら下の方で修復のみしますね。了解しました。ライパンダさん、ありがとうございます。そうですね。ちょっ仕と留めね、た。このゲーそうムはですね、よ、わら。グロテスクな表現が含まれてるんでね、仕留めたけど結爽構やかな深い。建築ゲームというイメージを持ってもらうといいかもしれませんね。やべえ、ゾンビ来た。やべえ、ゾンビに攻撃されてる。どこでしょうかね。どこですかね。ゾンビが。水の中です。あ、水水のの中で中ですす。か。ごめんさい、いや、出血T したやんばし、しかる。も。大丈夫ですよ。またね、状況変わりましたら教えてください。全然大丈夫ですよ。おやば気い。遣いなくね。コメントいただけてるんでね、会話できるんで大丈夫ですよ。ちょっと待ってください。あ、こっちですね。回復、回復、回復。あった。オッケー。おお、ギリ。おお。オッケーです。あーっと、もう一匹来た。ありがとう。あ、いたいたいた。爽やかな建築ゲーム。そうですね、爽やかな建築ゲームというふうにイメージを持ってもらったらね、OK だと思いますね。ワロタ。ていうか、肉、これ預けれないのか。預けることができない。20個か。
今世線勘違いしないでよね、わら。そろそろでも戻らないと。今世線勘違いしないでよね。大丈夫ですよ、勘違いしないですよ。こんにちは。はい、こんにちは。96.7 さん、いつもありがとうございます。今日もセブンデーズやっております。まあ、7時ぐらいまでね、やる予定でやっております。42オーズゲームズさんかな、こんにちはです、ありがとうございます、爽やかな建築ゲームで、そうですね、爽やかな建築ゲームに、ちょっとホラーのゾンビを足したようなゲームになっております。あゆきさん、おーパパだ、そうですね、パンダさんとこね、親が帰ってきたということですね。大丈夫かな、あとは読み逃しがあればね、もしよかったら教えてください。I am Love the Lion って書いてますけど、この方は、お名前が読めないんですよね。なんて読んでいいかわからないから、呼べないっていうね。Walk very slow って書いてますけど、Thank you for coming。ヤフー。工事できた。423、ヤフーで、工事できたって、あ、そういうことか。知り合いってことですね。お知り合いなんですね。そろそろ戻った方がいいですかね。12時ぐらいですかね。そろそろ戻って準備した方がいいかと。そうですね。玉もね作っとかないとやばそうですもんね。了解です。あれ、バイクはどこ飛べたかな。再びですか。あ、そうかそうか。いい、この湖畔沿いじゃなくて、山の中にはなるね。家の中でしたね。で、ゾンビコンにいっぱいいるんだもんね。ありました、ありました。あ、できました。ありがとうございました。アンダーバーアンダーバーアンダーバー、今チャンネル登録します。あ、ありがとうございます。しますということで、ありがとうございます。今後ともね、よろしくお願いします。よいしょ。重ねられるもんは、あれ確かね、ドラム缶がね、どっかに入ってましたね。あー、建物。建物があってゾンビがいっぱいです。そして鹿発見。結構いますね、ここね、やっぱり。まだね、誰も踏み入れてなかったですからね。鹿が、そして。お、白い粉ありますね。白い粉は持って帰りたいので、取っちゃいましょう。あ、間違えた。なんか捨てちゃったね、今。救援物資が。これ湖の中落ちちゃうんじゃないですかね。これ入りましたね、湖の中ね。これは取れないですね。オッケーです。大家さん、うわ、大量にいた。ゾンビが大量に。あ、もうメンコさん結構戻られてるんですね。了解です。そうですね。じゃあ、イブさん戻りましょうか。今度いつ動画出すの？今度いつ動画出すのってことですけどね。これね、一応、全部ね、勝手に自動的に録画されてるので、YouTube の方でね、変換が終われば自動でアップロードされるようにしてます。多分時間結構かかりますね。今日長時間やってるので、何分やってるんだろう、今日。1時、2時ぐらいからなんでね、4として5、6、7、8、4時間20分ぐらいやってるんでね、多分変換時間、多分1日ぐらいかかると思いますね。このね、放送終了後ね、すぐ視聴されるとね、後半部分のね、2時間分だけしか見れないようになるので、まあ、1日か2日待っていただくと、通常通り見えるようになると思いますね。よし、じゃあ戻りましょうか。
何系？どこだろう。どっちに戻ったらいいのかな、これ。とりあえず北行ったいんですよね、とりあえずね。動物の好きものが見えてるような気がするんだが、気のせいか。パンダさんのね、クリエイティブの、家の建築の、なんていうの、構成っていうかね、もしね、もうできてますよっていうことであればね、着手していただいて大丈夫ですからね。一応スペース確保してありますから。お疲れ様でごわんす。つかと思ったら。あれどこだろうこれ。猫さんどこから帰ったんですか。直進して帰ったんですかね、もうね。いつも姉さんかっこいいな。直進した。ああ。よかったじゃないですか。喋れるぜ。お帰りなさい。直進して途中で右に曲がって。あれ、親出かけられたんですか。家賃を払いに行くとじゃあちょっとすぐ帰ってきますね。あ、それが結構遠いんですよ。あ、そうなんですか。ですラッキーですね。ラッキーだよね。ラッキーです。さあまあ7時ぐらいまで音声出れるかわからないけど、まあちょっとだけね、音声出ていただけるということで、よかったです。早く鼻水出かけたわ。こっちで合って、違う、そういうんじゃない。こっちで合ってますね。ここは多分いつもの道ですね。OK です。あとは道なりに走れば帰れますね。わあ、みんな遠い。もちもちポンポさん、いつも姉さんかっこいいなってことでね、イブさん褒められてます。私の姉さんは奪うなぞ。確かにイブさんが一番こうね、先頭に果敢に戦われてる姿を目撃してますね。そしてね、死なないっていうね、死亡しないっていうところは素晴らしいですよね、こうね。命大事にしながらも、こう果敢に攻めるっていうのはなかなかできないですからね。おいだ、間違えた。当たっちゃった。結構ゾンビがいますね。ゾンビはしなくても街ですかね。そうですね、ちょっとした街みたいですね。結構いたんで、そこスルして来ちゃいましたよ、俺。あ、マスターさん、左に鹿がはまってますけど、どうします。あ、本当ですか、取りましょうか。鹿はまってますか。そろそろ出かけるので落ちます。皆さんお疲れ様でした。後ろ裏の木に。あれ？あ、いた。なんとなくポケモン GO してきます。皆さん待っててくださいね。なんとなくポケモン GO してきますか。あ、逃げちゃった。ちょっと後ろのゾンビ片してますね。あ、ありがとうございます。クロスボウ、クロスボウ。あれ、どこ行った？あれ、クロスボウどっか置いてきたかな？あ、世紀末バトルでも大丈夫ですよ。いきます、バトル大丈夫ですか。あった、これで2、3発なめれば。荒れてますね、完全に。よし、あと到着。よし、あと1発。待て、娘はどこ行った。へへへって。しかし、いや、結構逃げるな。いやいや、逃げすぎ。あ、明太子パパやん。あ、倒れた。ゲットですね、これね。出血死ですね、鹿がね。そして持ち物がいっぱいですね。到着。ナイフどこいた？あった。これいいかな。いつも荷物いっぱいやね、わら。そうですね、もう初回から荷物がたっぷりですね。とりあえず肉だけ持って帰りましょう。セミの声がうるさいですね、今頃。無言で入ってくるんで。よし。えただいまって言えばよかった。え、聞こえなかった、もう一回。ただいまって言えばよかった。
細見さん、セミの声がうるさいですね、今頃で。そうですね、セミの時期ですもんね、今ね。アルコール。いいこげさん、そろそろ出かけるのを打ちます。皆さんお疲れ様でしたってことね。お疲れ様でした。またね、よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。では、戻りましょうか。じゃあね、イブさん先導していただいて大丈夫ですからね。ついていきます。そんなお気になさらず。お兄ちゃんあれ、カメラマンやからね。お、びっくりした。あ、やっぱり銃はハングリーになってますね。空腹度 0% ですね。パンダさんは何してる？パンダさんはね、拠点の方でね、建築関係を手伝っていただいてますね、今ね。なんかぶつくさ喋ってるね。羽ないかな。羽？羽あるよ、ここに。イブさんは本当にうまいですよね、マイナス。男前ですね、わら。いや、あるけど。男前って言われますよ。いや、あるけど。一番嬉しい。戻っといて。戻っといて。戻っておいて。もう危ない、危ない。こんなとこに穴が。あるある。戻っておいて。救急の、救急の隣。救急の隣。うん、弾のやつに250の入ってるよ。半分いただきます。いやー、めんこさん、この距離を走ってこられたんですね、すごいですね。バイクでも相当かかりますね、これ。アスレチック上げるためにはやはりそのぐらいはしないと。走るスピードとか上がるんですか、なんかスキルで。あれ、なんかイブさんが空走ってるんですけど。え？走るスピードがあるわけではないです、ね。イブさんが、あ、降りてきた。パンダさん、セブンズビスダイズ遊んでます。今一瞬ね、イブさんが空を走ってましたね。バックトゥザフューチャー2みたいな感じになってました。やばい。イブ姉ちゃんとご対面しちゃうじゃん。え、やばいのか。ポケモンなので、ミュウツーが、笑えないやー。あれ、やばいのか。やばいのか。近いのか。必勝じゃないよ。だから必勝じゃない。必勝してるよ。このやりとりがイチャイチャって言われてるんですね。そうですね。イチャイチャしてるのか。普通の会話してると思うんだけど、俺は。ね、あ、福君、空中浮遊、わら。福さん、こんばんはです。今日もセブンデーズやっております。よろしくお願いします。イブ姉ちゃんのお家すごいね。ちょっとこのクワなんですけど。はい。あ、パンダちゃん。みんな。耐久度がこう適当なくはいっぱい入ってるんですけど、多分使うたびにね、こう置いていただいてるからですね。多分皆さんこう耕していただいて、その後多分ここに入れていただいてるのかと思いますね。また修復しておきましょう、私は。いや、これ修復しない方がいいです。これ私、あ、そうですか。作った方がいいです。了解しました。もう85とか26とか、あの低品質のばっかりなんで、新しいの作った方が早いです、これは。了解しました。あ、引っかかった。なんでイブさんの後ついてたように引っかかった。穴開いててはまっちゃったんですけど。誰だ、4のアクス入れといたのは。よいしょ。あ、出れない。押してた。うわ、見つけた。何を。やばい、怖い、怖い、怖い。何を見つけた。なんで怖いんだ。何を持ってないぞ、私は。なんで逃げるんだ。エコーになってる。なんかゾンビみたいになる。乗っかけられてますね。わわ、よし、無事到着しましたね。おかえりです。なんか懐かしい感じですね。今日ほとんどね、向こうにいましたからね。向こうというか遠征で。
確かにこれ木がだんだん伸びてますよね。どこまで行くんですかね。多分でもそれで最大だと思うんですけど、これで最大ですかね。相当高いですね。こんにちは。はい、こんにちは。仕事終わりにまた来ました。あれ、これって宝珠入れっぱなし。多分なんか持って帰ってきたやつじゃないですかね。わからないですけど。あ、持ってどっからか、もっどっから作ったのかな。多分川がね、大量にあったから作られたのかもしれませんね。バンダがいるぞ、逃げろ。いや、肉がね、久々にボックスに肉が加わりましたね。嬉しいですね。血液ブロックを入れてと。すごい。やばい。バイクのパーツとかは、ここのチェスに入れておいていいんですか？そうですね、どうしましょう。またちょっと、作りましょうかね、アパート付近にね。バイクね、タイヤとかバッテリー入れておきますよね。ちょっとまたね、スペースが埋まってきてるんでね。ちょっと考えたいと思います。どうしようかな。アパートのとこに作りましょうかね、何か。パンダはお肉にしよう、わら。あれ文字が消えてる。サンキュー800フォロワーズって書いてたんですけどね、文字がゾンビに削られてるようです。あ、800って書いてあるの。本当だ。数って書いてあるのか。これ B をね、逆さまにしてね、800にしてますよ。なんでなのに。あ、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。今ここで今来たよね。直接言おうと思ってた。ありがとうございます。選ばれたのは、あやかた取り残された双剣美茶。よいしょ。またね、今日ちょっと映画館みたいなところがあったんですけどね、あんな感じでスクリーンを作って、またメッセージとかね、かけたら面白いかなと思っておりますね。もちもちぽんぽんさん、パンダはお肉にしようって言われてますけど。何？私は食べ物じゃないよ。パンダラブですもんね。ラブ、好きな方ですもんね。そうです。自分の中で。え？むしろ食べるな。坂本さん、仕事終わりにまた来ましたよね。ありがとうございます。セブンデイズね、先ほどから引き続きやっております。一応ね、7時前後ぐらいまでやろうと思っております。荷物整理しとこ、あら。とりあえずね、そうですね、荷物整理で、ね、しないといけないですね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。パンダさんはね、こう喋りながら操作しながら、しかもコメントも出るっていうね、すごい三刀流のお持ちですからね、素晴らしいですね。三刀流得意な。やっぱりパンダさんの声は出来やば、可愛い絵文字。お、パンダさんファンが一人今日また増えましたね、これでね。柴田さんですね。柴田さん、やっぱりパンダさんの声は激ヤバ可愛いということで、ハートマークまで入ってますね。ね、増えてないやん。も何も出ませんからね。気がなくなっちゃった。じゃあケナスなりでるの。やばい、聞けよ。ケナスなりが出るの。聞けよ。軽くするしんじゃねえ。ごめんなさい。仲いいですね。ごめんなさい。かわいいね。これがイチャイチャと言われる原因ですね。いや、ケナスと何が出るのって。ケナス？ここに来る女性陣はみんなかわいいね。褒めても何も出なければ、悪口を言ったら何が出るのって。悪口言ったら、泣きます。
私はイブサンタですけどね、わら。それは気をつけないとな。ジンさん、私はイブさん派ですけどね、とか謎の私も、ね、応援対決が。イブ姉ちゃん派やで。ジンさんだって女性大好きな人だもん。そうなんですか。ジンさんはあれですかね、メンコさんと同世代ぐらいですか、同年齢ぐらいですかね。いや、わかんないです、それは。いや、ね、でも声聞いた感じだと若い感じでしたけど。あ、本当ですか。たぶん、私と同じ年。私あ、そうなんだ。ないと思う。カンフーワイさん、和光津ですからね、いつもありがとうございます。今日もセブンデーズやっております。今日はね、メンコさんとイブさんと私と、あとね、パンダさんが先ほどから参加いただいております。お願いします。アロさん、イチャイチャにしか聞こえないので、そうですね、私もうっすらそう思いました。いや、イチャイチャして終わりしておりません。まあ、悪い意味じゃないですよね、こう。これ、ノミスはどこに入れます？え、なんでしょう、なんでしょう、ね、ノミス。あ、お水ですか。水はね、下のサプライボックスに。いや、水じゃなくて、ノギス。ノギスですね。ノギス。ノギスはどこ入れましょう。フォージのとこに入れといてもらうしかないんですかね。多分、フォージ全部まだノギスは揃ってないと思うので。あ、了解です。はい。あー、っていうか、あれだわ。あー、中見ないと、チェックしないと。もう、多分。きますね。イブさんね、ちょっとこのスナイパーライフの設計図読んでもらっても大丈夫ですか。はい、じゃあサプライボックスの上に置きます。全部読んだんじゃないかな、私ですかね。スナイパー、あ、読んでますね。あ、本当ですか。隣取られた。ガーン、木材。じゃあまたね、置いときますかね。よいしょ。イブさん、もしね、メンコさんまた、スナイパーライフル読んでなければ読んでいただいて大丈夫です。はい、了解です。あと1時間以内にね、拠点の中にいないとね、ゾンビのスポーン位置がこの住宅街になっちゃうんでね。おー、すごい、なにこれ。お、ありがとうございます。アイテム移動ありがとうございます。あ、戻ります。あれ、このバイクなんか開けない。あ、開けた。やっぱり空っぽになってた。あ、足掘れた。よいしょ、ありがとうございます。イブさんがもう全部移動していただいてありがとうございます。あ、すいません、言えばよかったです。いえいえ、助かりました。悪い意味ではないですよ。わら、めんこさん、わら、足掘れた。ナオトさんでよろしいですかね。はじめまして、こんばんはです、ということでよろしくお願いします。セブンデイズダイというね、ゾンビサバイバルクラフトゲームをね、今リスナーさんと共にやっております。よろしくお願いします。ここにね、置いてあるベッドはね、今まで参加いただいたリスナーさんの分ですね。なんか絨毯みたいになってますけど。あ、パンダさんのベッドここですね。ラブパンダって書いてますね。あ、です。とりあえずちょっとショットガン弾はね、81発あるみたいなんでね、マグナムの弾を。マッサさん、かっこいいって10回今言って。ん？ 10 回今言ってて、これ自分で言うんですか。これ自分で言うのおかしいじゃないですか。人識過剰というか。遠慮しておきます。マッサさん、かっこいい。はい、1回目で噛まれましたね。いや、いいオチがついてよかったです、本当に。クロスボウも作っといた方がいいですね。パンダさんね、この玉マークのとこにね、クロスボウ入ってますんで、使っていただいて大丈夫ですからね。どっから来た？どっからだ？どっちでしたね、今日は。修理しまくってたね。まだ見つかってない。もちもちポンポンさん、そうですね、下から修理がこの、拠点のね、存続に関わる感じですからね。スパイクさえ強化しておけば絶対大丈夫な。あ、来ましたね。来た。
あ、またトンネルの方向ですね。トンネルの、ゾンビトンネルの方から。あ、いた。おお、俺俺俺。ね、パンダさんもね、ハンドガンとかマグナムとか、好きなもの撃っていただいて大丈夫ですからね。マシンガンとね、AK-47 だけね、ちょっと音バグがあるんで、それだけちょっと避けていただいてます。イブさんはもうハンティングライフル一筋になってますね。まあね、同じものを使い続ければね、どんどんレベルが上がってね、ダメージが増えるんで、たとえハンドガンであってもね、だんだん強くなりますからね。これフェラルフォールなんですかね。月の、あ、月の色変わってますね、ちゃんとね、なってます。あ、爆発した。よし。え、あれ終わりですか。なんか、あ、ロケットガン、まだ来ようするけど、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あ、いや、まだ声は聞こえてるけど、はい、はい、あの、はいはい、もうイブさんがね、大胆に殴ってますからね。あ、やばい、食料 0% になってますね。あ、倒した。とりあえずちょっと、ベーコンエッグの方いただきたいと思います。いや、警官の足音が聞こえるね。来ました。よいしょ。あれ終わった。ケイタさん、来ましたね。ことね、いつもありがとうございます。今ね、ちょうどフェラルフォード始まったとこですよ。始まったとこなんですけど、ゾンビがいるかな。降りない方がいいよ、降りない方がいいよ。わら、さすがや、わら。パンダさん、パンダさんは降りない方がいいからね。間違って降りちった。登って二人でしゃがんで歩いてないで。あれ、こんだけで終わりですかね。いや、わかんないです。これ、第2弾来るっていう時もあるんですよ。ちょっと悲しすぎですよね。これ、第2弾来る可能性もあるんで。ありますかね。来てくれないとちょっとね、せっかく戻ってきたのにって感じですよね。 PC 版では第2弾とかってもあったんで。痛い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 。あれ。また朝に来るパターンですかね、遅れてね。来る時もありますからね。炭鉱には落ちてなさそうです。あれ、パンダさん、足折れたの直した。これから直します。パンダ頑張って。わら、直して。もうもちもちポンポンさんはね、パンダさんのファンになってますね。虜になってますね。パンパン。あれで、あれあれでも、あれ、もちもちポンポンさんってあのあれじゃなかったでしたっけ。ロスさんのファンじゃなかったんです。イブさん、乗り変わりが早いです。マイナス。結構乗り換わり早いんですね。あれ、違いましたっけ、もちもちポン。これ、あ、シャッターのね、あれ、まあ、ちょっと、あれ、本当に来てくれないですね。すごい期待してたんですけどね、今回。静かですね、本当いつもより。これ修復開けもいいかな。ロスさん、押し押しだよ。ロスさん、押し押しだよ。あ、間違えた。まあいいか。ん？誰か出血してる。あ、あれですね、今修理してるんですけど、修理しながら食らってます。ああ、下からやってます、下から。あ、今上からやってましたね、ちょうど見回りしてたんで。
いやー、いないですね、ゾンビが。悲しいかなっていうぐらいですけど。ずれた10な。体ぐらいしか来なかったですよね。ずれた可能性大ですね。ってことは次の日ですかね。ねえ。蜂はいますね、1体。じゃあフェラなんですけどね。うちもね、赤い月になってるんでね。温泉フェに行っラルてきフォードのます。時はね、このように赤い月になります。ああ、やばい、やっちゃった。赤い月出てるんですけど、平和ですね。あら。あとこの蜂を仕留めれば終わりですね、多分ね。ん？なんか、犬か、これは。犬こだれ、な。自分が使った爆発物は建物にダメージ判定あります。漢方医者の、自分が使った爆発物、ありますね、ダメージありますよ。パイプボムとかね、ちょっとではありますけど、全体的にダメージを受けます。あとプレイヤーもね、一発でなくなっちゃうので、お気をつけください。いや、この蜂がね、どんどん逃げていくんですけどね。コンクリコンクリ。来ないですね。またフォージのとこに行ってるとかじゃないですよね。やー、それは考えにくいですね。東海道って10回言ってください。10回シリーズ多いですね。なんか昔ね、小学校とかの時やりましたけど、それ以来やってないですね、あまりね。10ありが回とうシごリーざズいね。ます。気をつけます。わら。あ、貞子、来てたみたいですね、フォージのとこに。マッサさん、不等号、メンコさん、不等号、ロスさん、不等号。おしそして重たい。なんかゲームが急に重くなりましたね。これゾンビ来るかな？ほじもしますからね、そっち。そうですね、貞子は定期的にね、こっち来てますね。ありがとうございます。気をつけますね。いいえ、どういたしまして。私もね、ダメージ受けまして。バンダイ入れまあ、とダメージく。受けあてら。学ぶのも一つですからね。変態かパパやん。あれ、本当にゾンビが来ない。俺今修理しながらあれ、あれ。びっくりしたの。下向きながら、だから全然わからんかった。ゆでさん、ゆでさん何に受けてる？ワンちゃんが目の前で水飲んで。あと22分ぐらい。そんなに怖いか？食べてるだけだよ、トウモロコ。あ、トウモロコシなの、これ。トウモロコ姉シさんがも吹いてる応と援思っしてた。るよ。怪しい2人ですね。 俺関係ないジじゃん。ズームゲームとはどういった機能なのでしょうか？リジウムゲームとはどういった機能なんでしょうかってことで、普通にあれですよ、リジウムゲームは、ゲームに戻るってやつですよ。なんで何も機能ないですよ。普通にオプションボタンを押してね、リジウムゲームを押したら元に戻るだけですからね。おっとっと、すいません。コメントもしかしたら見逃しますかね。おお、びっくりした、びっくりした。私だいけ押や、してびっくくりれした、びっれくば。りした。相や当ばなゴミが。い。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。ゴミが失いっ敗しまぱい。した。ごめん、ごめん。これがね、もし下にね、地下に建物があれば一緒に崩壊しちゃいますからね、下も。ゴロゴロゴロっていっちゃいますからね。来ないつくですなきゃいけね。ないな。残念ながら来ないですね。
いやー、せっかくね、こう、パンダさんね、果敢に戦えると思ったんですけど、仁さんがもしか配すると信ね、し1て日ずれる。てね、明日かもしれませんね。アイアン作ってまいりますね。アイアンが。工事の拠点周りのウッドスパイクがなくなってきてますね。T-T。アロさん、フォージの周りのウッドスパイク、そうですね、ちょっとまた後でお気に入りたいと思います。イブさんはまだこのアパート住んでなかったですかね。そうなんですよ。もしよかったらね、まあこの家から比べると明らかに差が出ますけど、いや、素晴らしい。なんかみんなと一緒がいいって言ったらいいけど、あ、まあね、拠点に置いていただいて大丈夫ですかね。拠点のままでも大丈夫ですからね。あとは、ね、内装だけね、いじっていただく感じでも大丈夫です。ベッドは別に置かなくてもね。例えば内装だけちょっといじるとかでも。兄ちゃんのさ、隣さ、取られたし。隣は誰かな。翔さんがね、でかく取ってますね。誰に誰に元遠藤さんって方ですね。ね、私の家の前に、ね、こうポスト置いてますので、投函お待ちしております。あ、じゃあ私こっち。ね、浮世絵さんの、ね、ポストに、ね、確か私ね、なんか入れたんですよね。怒られるんで、そっと閉じていきましょう。ここにもね、お風呂場を設けようかなと思っております。寒いでしょ。 LPなんだ、全然来ないですね、本当に。あれ、なんだこのブロックは。大変です。大変ですか。鉄がありません。あ、鉄ないですか。鉄がね、多分全部溶かしちゃってるんですよね、過去の分がね。4万ぐらい多分溶かしたままで。この拠点にもなんかまだ鉄ありましたよ。あ、本当ですか。あ、ありますよ、拠点に。一応2000ぐらいかな、ありますよ、こちらに。ああ、2000、了解です。C の箱にですね。落ちますね。皆さんお疲れ様です。処分。細見さん、ありがとうございました。またね、よろしくお願いいたします。動画の方ね、多分フルバージョンになるのは多分2日後ぐらいには、フルバージョンで見れるかと思うんですけどね。また、コツコツと分割していきますので、よろしくお願いいたします。結構ね、分割が最近長いんでね、時間がかかるんですよね。仕方ない。ここにするか。マッサさんもお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。細見さんもお疲れ様でした。またよろしくお願いします。トカムモニターさんが、鉄4万ってことで驚かれてるんですけどね。私が掘り当てたというよりは、リスナーさんのね、浮世絵さんが掘り当てられまして、もう掘るとこ掘るとこね、鉱脈に当たるんですよね、浮世絵さんが掘るとね。もうここ掘っちゃえって言ってる感じで、掘っちゃうとね、もうすぐに鉱脈に当たるみたいな感じでね。一つ目はね、自分の、第一拠点というかね、フォージが置いてる下のとこですね。あそこを作るために掘ってたら、鉱脈に当たると。そして次、倉庫を作ろうと言ってね、下掘ったら鉱脈に当たるという。浮世さん、ほんと強運の持ち主ですね。収穫して、お疲れ様でした。いいなー、キャベツ。猫姫さんがいたんですね。猫だけ。私猫だけ。猫姫さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。またね、また、私はまだもうちょっとやりますけどね。イブさん、お時間大丈夫ですか。いつもこのぐらいの時間になるとやばいなっていう時があると思う。そろそろあれかなとは思ってたんですが。あ、そうですよね。何。いや、頑張ります。ただね、次の夜となると何分後ぐらいですかね。30分ぐらいですか。結構かかるかな。
浮世絵さん才能すげえ、わら。また次回に回すのも一つですよね。よいしょ。まあちょっと建築ね残ってたんで、それをねやっちゃってから終わるのもありかと思うんで。ね、あ、だいぶ減ってますね。鉄が今1万5000ですね。最初4万ぐらいあったんですけど、もうこんなに減っております。誰かこの法事に攻撃したな。法事の耐久度が下がってる。え、どこでしょう。下の。あ、下ですか。本当ですか。ええ、一つだけなんか多分間違ったんじゃないですかね。左と右とか三角間違ったんじゃないですか。殴った跡がある。これで修復できるんですかね、トンカチで。いや、多分無理じゃないですかね、法事は。あ、動物の皮とね、クレイがあったら修理できるみたいですね。あー、まあすぐ壊れるほどでもないんで大丈夫だ。そうですね。自分も後でやろうかな。まだ21日目のペーペーですが、自分一人だからなかなかきついですわ。田中さん、自分も後でやろうかな。まだに、あ、21日目ですね。今楽しいところですね、一番ね。28日目ぐらいからね、警察ゾンビがどんどん参戦してくるので、かなり脅威になりますよ。カンフォージさんの方もね、自分一人だからなかなかきついですわってことで、そうですね、一人の場合ね、私もちょっと、前々回ぐらいかな、一人で戦ってましたけどね、戦うだけでも必死でしたからね、一日中戦ってる感じでしたけど、大変でした。お、すごい。鉄をトータルすれば、3万ぐらいは今ありますね。ああ、その子来たー。あ、来ましたか。こっちかな。死んで。ウッドスパイクの方をね、作っていきたいと思います。死んだけど、呼び上がった。ここはどこだ。そうか、この家は、あ、ここ壊されてるんですかね、これ開いてるってことは。かもですね。オープンしてますね、ここね。こんにちは。ここ入り口じゃないですよ。もともと玄関だったんですけどね、ここね。大丈夫ですか。王子と焚き火つけっぱなしにして命を見上げて。危なかったですね、今頭が。あ、なんか見つかったです。 What? Oh, oh, Sadako, oh, oh, no, 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 no. 宝珠と焚き火つけっぱなしにしてヒート実験。パンダさんのね、ナチュラル英語が出ましたね。お、サダコ来てますよ。犬、いや、サダコに追っかけられてますよね、普通に。Help me。 サダコ怖いね。あ、また呼びよった。また呼びましたね、サダコが。いや、白ゾンビを昼から呼ばれましたね。ここがね、スパイクが全部なくなってるんですよね。助けて。おお、びっくりした。やべ、スパイクで死ぬ。あ、ノー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 。ほら。おお、びっくりした。
おお、びっくりした。ハンナさん、ありがとうございます。振り向いたらね、ゾンビの顔があって、ちょっとびっくりしました。痛い痛い痛い。いや、スタンした。あー、危ない。なんでこっちにこういう瞬間に。そうなんだ。キャンプファイヤーも浮かしてるから。おお。私の出番が遅かったようだ。ちょうどね、倒しましたね。ナイスです。ナムナムグリップか。奥の方のウッドスパイクの補修はウッドフレームを。ね、奥の方のウッドフレーム補修はウッドフレームを。そうですね、ウッドフレーム引いてね、補修していくといいと思います。あ、犬来てますね。あ、倒した。上に置けば簡単です。まあね、一人でこう、シングルプレイされてる方はね、こういった形でスパイクをね、大量に置かれると、結構簡単になりますね。あとはね、銃とかでヘッドショットしていただければね、ほとんどのボードを防げるんじゃないかと思うんですけど、まあね、見た目はちょっとね、悪いですけどね、スパイクだらけになっちゃうんでね。3列以上置いたらあかん。もちもちぽんぽさん、3列以上置いたらあかんってことですけど、いや、まあね、修復するというよりは、もう壊されたら置き直すという感じでやっていってますからね。正直、こう遠出してる間は見えないですからね。パンダさん、動物を倒すなんて、親に見られたらしょう。今だって、お父さん、あ、こんにちは。はいはい。礼儀正しいですね。こんにちはからですね。若干呆れてない。呆れてない。呆れてない。だっただろうな。もう呆れてないからね。ちょっといいんですね。よし。こんだけ置いておけば大丈夫ですね。ほぼ勝手に貞子が死んでくれるので大丈夫ですね。91名さんいらっしゃい。Welcome to my channel. If you speak English, please write in the chat box out on site too. パンダさんね、今日ね、前回から放送ね、ちょっと、新たなテーマとしてね、トピックを設けまして、What is your favorite food? ということでね、一番あなたの好きな食べ物は何ですかという、放送のね、間を埋めるために、立った質問なんですけど、もしよかったら、パンダさんの好きな食べ物何か教えてください。たこ焼き。たこ焼きとね、アボカド。ほうほうほう。たこ焼きですか。スパゲッティと、あとね。どんどん増えててますね。納豆。納豆好きなんですか。メンテでダメージ受けますからね。わら。家族でお父さん、お父さんと私だけ食べられるね。あ、お母さんの方があれだっけ。海外にしたっけ。納豆臭いだから嫌なんだって。ああ、だろうね。
納豆はね、海外の人は苦手ですよね、結構やっぱり。私はだってもう日本人だから納豆大好き。まあ、最初からね、あの匂いに慣れてるといいんですけどね、こう、大人になってから匂こんうばんと、は、日ただの本一瞬にし初か見感でじす。ないと思うんですよね。納豆を多分今まあでれ、食べでたことも、がない日本人の人も多分いますからね。握れば臭み消えるんですけどね。そうですね、ネギとかね、薬味をちゃんとね、入れてればいいんですけどね。いや、これはしょぼいな、これを解体しよう。今度食べたさこせ焼てき、やある。ら、チーズインとか、ちくわイン。あとはアボカドか。アボカドね、私も好きですね、結構ね。初見さんいらっしゃいましたよ。あ、初見さんですか。コリュウさんでよろしいですかね。こんばんはということで、こんばんはです。初見ですけど、よろしくお願いします。セブンデイズトゥダイというね、ゾンビサバイバルクラフトゲームやっております。よろしくお願いします。今日はね、リスナーさんの、メンコさんと、イブさんと、パンダさんと、そして私でやっております。朝早いですもんね、パンがね。掘りますか、掘りますかっていうか、よ採ろし掘くでリもしナーますとか。一緒にいたいです。はい、ピッケルね、持っていただいてね、このトンカチマークの方にピッケル入ってるんですね、持ってもらって。ちょっとね、イブさんの家の下を掘っちゃうことになるんですけど、大丈夫かな、イブさんの家からちょっと外れてるかな。うるさない家、俺が今掘るから大丈夫。狙われてますね、いろんな人が。 あみんなに狙われてますね。ダメだよ。パンダさんは黄色か、黄色ですね。黄色。準備できた狙われらね、てた。外に出てきてもらって、掘りましょう。多分まだね、掘り尽くしてないと思うんでね。いらないものってどこに置けばいいのですか？ いらないもの、何でしょう、いらないものって。いらないもの持ってるマみサたいさでん、すおね、いっす、戻ってきたよ。めんこさんの仕事来るよ。これはここだ。いまいちくさん、やりマサ方もはおいっ知っす、てる持っのてできたけ頑ど張っね。てくありがだとうございさまい。す。引き続きね、セブンデイズやっておりますよ。お帰りなさい。コリュウさん、やり方は知っているので頑張ってくださいということで、ありがとうございます。頑張ります。コリュウさんもセブンデイズやられてるんですね。コリュウさんは、シングルでどのぐらい行かれてるんですかね。あれですね、もしね、こう手持ちがいっぱいあったらね、お部屋の中に箱い作っていただいて、確かパンダさん1階の部屋ですよね。そうでした。そうですね、そこ2に多階で分す。床下収納が大量にあるんでね、そこ使ってもらっても大丈夫ですよ。残念ながら私のところは2個マだサけさでん、す。優しくて好きです。絵文字、絵文字、絵文字。ラブになってますけど。 そうか、パンダさんはさすがに3文字無理かな、いらパンなとい。パンになっちゃう。 パンもありだと思うんですけど。 一応ね、皆さんこうね、3文字でやってもらってるんでね。パンダさんもパンに行きましょうか。パンでいきますか。浮世絵さん、バなんかあイれバでーす。頑張って。浮世絵さはん、あれですよ、雨季ですからね。F さんはね、F ですけどね、そのままね、私もわマかッりサ一ち文ゃん字です大好けど。きです。ラブでもいいですね、LOV でもいいかもしれないですね、ラブでも読みますからね。ただね、ロスさんとね、マサちょっとさん、かぶっちゃうんだよ優ね。しくて、ああ、そうかそうか。結構やり込んでますけど、最近やってない。好きです。絵文字、絵文字、絵文字。B でね、一文字開けて D でも OK ですね。BD でも OK ですね。知ってる人は読めるという感じですね。いいじゃないですか。新しい愛称、パンさんですね。間違ってもパンくんって呼ばないでくださ そい。うですね。ウッドフレームを猿じゃウッドないスパイクの上に乗せていって、奥の修復すればダメージなしで簡単にできますよ。ウッドフレームをマサウッドさスん、パイクの上に乗せていって、奥の修復すればダメ。あ、
そうなんですか。そんな手があるんですね。なかなかウッドフレームじゃなくてウッドスパイクね、使ったことがなくて、あんまりわからなかったんですけど、ありがとうございます。ラバーフレームってなんかレシピ覚えるんでしたっけ？どうなんですかね。まだ私覚えてないですね、多分。鉄筋ですよ。の鉄筋。あ、そうなんです皆か。様どこですあれ、か？パンダさんどこですか。私ちょっと迷子。今日何時までしなんまですしてか？ないんだ。今市君さん、今日も何時までしますかって言ったけど、一応ね、7時までの予定だったんですけどね、ちょっと、もう少しだけね、ちょっとゾンビでね、戦って盛り上がって終わろうかなと思ったんですけど、まあ、それもなかったんで、とりあえずもう少しだけね、こう、建築というか、採掘とかね、そっちの方やっていこうかなと思っております。もしかしてもう水入ってないと作れねえとか。あ、ノギスね、結構いろんなやつに言いますね。襲撃終わった。コリさん、襲撃終わったってことなんですけどね、襲撃なかったんですよね、エフェルホードの日なかったんで、多分今日来ます。これ全部ね、鉱石ですよ。こあれ？れ？ビッケル持ってきましたかね？忘れてきたかな？あ、間違えちゃった。了解で間す。違えた。あ、戻りました。OK ですね。これ石ですね。多分下の方ですね。この、キラキラ光ってる。ノイズだ。マサさん、優しくて好きです。絵文字。スパイクの上にありがとうフレーございムをます。切るんで好すきね。ですね。勉ハート強好きになでりす。ました。頑張ってください。にっこり。では、7D やってきます。姉さん、めんこでさは、ん、7でやってきパンまダす。さん、姉さん、めマんッこサさん、さパん、ンまダさたん。9。はい、またよろしくお願いします。またねー。バイバイ。多分ね、サウスの方にね、掘っていく とはい、大丈夫だと思いますね。ここですね。もちもちさん、またです。重いな。これも鉱石ですね、全部ね。すごい。結構固まってるんですよね。まあ、これもね、やっぱり浮世さんが当てられたところなんですけど。ミル入ってねえし、こっち。だからか。もちもちさん、お疲れ様でした。結構やりましたね。私結構疲れがき ますね。そろそろちょっとディビジョンのお時ご間飯食が。べるので、しばらあ、くチャットが本当でですきか。なくなるけど見ることまあ、ができ一応るのね、で。私も、このゲーム内の18時までには終わろうかなと思ってたんで。もちぽんさん、およい疲しょ。れ様です。ディビジョンのパッチが入って。アップデートが入ったんでやってるんですよ、もう毎日。結構変わったんですか、やっぱりステージが増えたとかそういうのもあるんですかね。そうですね、ステージが増えて、地下鉄で、ランダムせ、えー、マップがランダム生成になってるんで、毎回違うんですよ。あ、そうなんですね。それいいですね、ランダムマップで何回でも遊べるってやつですよね。で、ランクが上がっていくと、その、マッサさん、自分で縛り作ることができます。縛りつくるんですか。そうです。縛りをつけて、結構ご難めんしなくさい、して。ティオヤナ。おお。お腹あ、空いて自ま分ですよ。設定するんですか。その縛りを設定すると、そのボそうーでナスす。が出るみたいな。そういうふうに、こう、まあ、できるようになるっていう。面白柴いさん、ですよ。マサさん、お腹空いて、あ、ありがとうございます。本当だ、4%だ。ありがとうございます。柴さんはいつも、ありがとうございます。いい時に言っていただきますね。そして登れない。そして登れない。あ、連打すればいけますね、意外とね。よいしょ。
じゃあちょっとね、お肉の方をいただきまして。ああ、来てるな。上に下の方来てるな。何作れるかな。バンクンドンマイ。バター。タイミング悪いよ、わら。ポテトと、コーンとチーズということで、大変ですね、これ作るの。タイミング悪いし。バンクン言うな。さっきも言ったでしょ。パパタイミング悪い私ようは。で、あ、帰ってきたんですね。大丈夫ですよ。了解してます。パンク。パンくんね。パンくんとは呼ばないでくれということですけど。ここだけ更新したんだ。これですね、ポテトと、コーンと水ですね。これでできま同すじね。動物だけど、私は白黒の方です。茶色じゃないぞ。よし、ミートシチュー。いいですね、ミートシチュー。いただきましょう。今更ですが、カレーライスが大好物です。おお、ミートシチュー美味しそうですね。絵もね、一瞬しか映らないですけど。なんか、人参とかね、取ってもないものがいっぱい入ってますけどね。ビジタブルが一番いいんですけどね。コストがかかるんで。じいさん、今更ですがカレーライスが好きですので。あ、じいさんはカレーライスが好きなんですね。カレーライスも結構いろいろ種類ありますよね。ビーフカレーとかね、ハヤシカレーとかいろいろありますよね。今日コンビニで、ライジンっていうエナジードリンクもらったんですけど、ちなみに私はチ何キですンか南こ蛮れ。が好きです。わら。まずかったですか。いや、まだ飲んでないです。あ、飲んでないですか。あ、ライジンってあの、ライ大きいジやつですかね。大きい入れ物に入ってるやつですかね。ン。いや、ちっちゃいですね。あ、ちっちゃいですか。ちっちゃい200。強炭酸って書いてるな。ちょっと美味しそうな夜のニュースです。感じじゃないですか。省庁は4日、1ヶ月予報を発表し、今後2モ週ンスターみ間たいな全国感的覚なにんですかね、エナジードリンかなり高くなる可能性があるとして、熱中以下省略。ローソンで私はネギ好きです。もらえたんです。辛いの苦手ですが、わら。どっからになかった。ホクリンバーニーさん、こんにちはってことでね、こんにちはです。セブンデイズ・トゥ・ダイというゾンビクラフトゲームやっております。今日はね、もうちょっとで終わってしまうんですけどね、またいつも通りこの時間できる時あればね、やっていきたいと思っております。やべ、めっちゃ寝てしもてたし。柴田理恵さん、柴田さん、じゃない、ゆうちゃんじゃない、柴田理恵さんじゃない、間違えた、すいません。柴田さん、ちなみに私はチキン南蛮が好きですけど、チキン南蛮もいいですよね。タルタルソースなしの人とね、ありの人がいますよね、好みがね。私はね、チキン南蛮でタルタルソースなしのが好きですね。そのまま食べるのが好きです。北林パンさん、夜のニュースですということで、熱中、猛暑が続いており、一層の注意が必要ということでね、皆さん熱中症にお気をつけくださいということですね。ありがとうございます。イブさん、私はネギが好きですということで、イブさんネギ好きなんですか？ネギ本当好きなんですよね。ネギかかってると何でも。あ、長ネギとかじゃなくて薬味の方のネギですか？おもてなし。あ、長ネギ何でもいいですよ、ネギだ。あ、何でも好きです。私もね、鍋とかだったらネギ大好きですね。結構ラーメンにもネギいっぱい入れますし、まあね。ネギラーメンめっちゃ美味しいですよね。あ、美味しいですよね、あれね。本当山盛り入ってるんですけどね。あれは美味しいですね。野菜ネギだけですからね。ひろゆきさん、やっぱりめっちゃ寝てしまったってことでね、大丈夫ですよ。寝たい時にね、寝られるといいと思いますよ。
青柳さん、私はカレーにラー油かけて食べるよってことで、おー、辛味が好きなんですかね。おはようございます。あ、おはようございます。早いですね。あれ大丈夫なんですか。また出かけました。多分ね、今度はね、あの、マミをね、迎えに行ってるです、駅まで。オッケーです。言って間もなく終わりますね。そうですね、イブさんね、もうちょっとしかできないですし、ディビジョンね、メンコさんも始まるみたいなので。そうですね。てか、イブさん、ディビジョン入れた？え、何入れたって何ですか？ん？あ、大型アップデート。私、あの、シーズンパスないんで、買ってないです。いや、あれ、シーズンパス入れなくても、あの、単品で買えますよ。あ、そうなんですか。うん、ディビジョンはでもどうなんだろう。お腹いっぱいですか。パンクちゃんお帰り。めっちゃ辛いの好きですわら。私もネギ芸人ですわら。ディビジョン、お、ネギ好きの方が結構多いですね。私もやっているわら。さようなら。コリさん、ただいまってことでお帰りなさい。めっちゃ辛いの好きです、青柳さんってことですかね。あんまりね、辛いの食べるとね、食道がんとかなりますからね。なんか昼やってましたけど。96時間の裏でなんか、なんだかな、お昼の番組ね、坂上忍さんがやってるやつですけど、あそこでなんか食道がんになりやすいらしいぞ、らしいですよ。辛いもんばっか食べてるんでね。お帰り。私のお父さん、唐辛子をおかずにご飯食べてる。すごい。すごいですね。あれ。唐辛子のお弁当持ってくる。唐辛子持ってくんだよ。唐辛子でも、あの、辛くない唐辛子もあるんですよ。お腹いっぱい。そうなんですか。すごい辛いやつ。辛いやつ送ってんの？すごいな。すごいですね。辛いのをガブガブ食べて、それをおかずに漬物代わりってことですよね。辛くないのもあるんですよね。と、緑色のやつとか辛くない時ある、うん、気をつけます。緑色のやつは辛くない。あれは美味しい。お父さん怖い。そうなんですね。緑色は美味しいんですね。結構ね、食道炎に、食道がね、結構粘膜が薄いみたいでね、辛いもの食べると一番ダメージを受けるみたいですね。燃えてる。ここで燃えてる。よいしょ。イブさん、それ、耐久値下がっちゃう。あまり燃えると。あれ、パナさんどこ行ったんだろう。食事をします。皆さん頑張ってください。カンフーおじさん、おじさんさん、いつもありがとうございます。食事をしますので、ね、またよろしくお願いいたします。じゃあこの辺で終わりますか。今日もね、だいぶやりましたもんね。待ってください、今帰りますので。大丈夫です、待ちますよ。ちゃんと待ってきますよ。ありがとうございます。あ、走れなくなった。よいしょ。じゃあ戻ってこられるまでね、イブさんの成長をお手伝いしますね。この山がですね。そうですね、ここがね、原因でね、ゾンビが建物を攻撃しちゃいますので、ね。お疲れ様でした。皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございます。あゆきさんもね、途中ね、リュウさんの、翻訳いただきましてありがとうございます。またね、翻訳とか助けていただくことがあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。あゆきさんのね、日本語力がもうどん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 向上しているというか、ほぼ、日本人ですって言われても、言われたらね、あ、そうですかっていう形でもう言っちゃうと思うんですけど、違いがわからないぐらいね、日本語は上手だと思います。コリさん、ちなみに俺は担々麺とチビチリが好きですが、皆さん辛いもの好きなんですね、結構ね。こういう時に襲撃来たらやばいよ。そうですよね。終わろうとしてる時に前来ましたからね。パンダさん、あ、パンダさん来られてますね。戻ってこられましたね。また見に来ます。よいしょ。じゃあ一旦集合しますか。また次回ね、この続きからやっていきたいと思います。まだまだですよ。あら。あゆきさん、まだまだですけど、いやー、そんなことないですよ。もう上達してますよ。もう日本人のね、高校生より上行ってるかもしれないですね。
私も日本語うまいよ。いや元からペラペラですからね。いや、日本に来た時全然でした。あ、そうだったんですか。あ、うん、そうなん。え、ちょっと待って、シューさんって、海外の人？あ、そうです、あゆきさんね、台湾の方ですね。みなみな様、お疲れ様ございます。なんで先ほどね、こう、リュウさんっていうね、台湾の方が来られた時にね、翻訳をお願いしましたね。対応いただきました。いや、ほんと素晴らしいですね。三角語ぐらいいけるんじゃないですかね。英語もいけるんじゃないですか。台湾大阪の焼肉屋さんなんかでご飯がいっぱい入ってるお店あるんですが、めっちゃうまいですよ。あら、お疲れ様でした。バイダ、ネットカフェが対応にあるんです。また見ます。あのチャンネル登録しとこ。仕切りがないってことですか。私香港人ですんだ。香港ですか、失礼いたしました。私が間違ってましたね。香港でしたね。あ、香港か。はい、香港はメガバンクがありますよね。大きい銀行がありますね。香港、香港はあれですね。もう日本と香港、私行ったことあるよ、うん、あ、そうなんですね。お母さんのお腹の中にいた時に行ったみたいな。上行ったことになるのかな。お疲れ様です。記憶にない感じですね。なる記憶にないけど。アローさん、長時間ねご視聴いただきましてありがとうございます。アイクさんもね、長時間ご視聴いただきましてありがとうございます。またよろしくお願いいたします。コリューさんもまた見ますということで、チャンネル登録しとこうということでありがとうございます。今後も頑張りますのでよろしくお願いします。パンダさん、もしよかったね、今日も英語メッセージ、英語で見られている方にメッセージをお願いします。Thank you for watching this channel. Please subscribe this channel. 私は日本とフィリピンのクォーターです。お疲れ様でした。ありがとうございます。あら、急にね、言われてもね、私ね、皆様お疲れ様です。用意してないだからね。なんかね、毎度の恒例みたいになっちゃってますね。すいませんね。ドラッグスターさんもありがとうございます。ナオトさんもありがとうございます。またよろしくお願いいたします。カンフーオイさんもね、食事を辞しますのでね、またね、よろしくお願いいたします。ドクさんもありがとうございます。バンニーさんもありがとうございます。お疲れ様でした。田中さんもありがとうございました。柴田さんもね、いつも長時間ご視聴いただきましてありがとうございます。チキンカレーが好きってことでね、私もチキンカレー好きですね。辛いものはちょっと私に、ね、苦手なんですよね。ネギが大好きですね。鍋とかネギだくですね。ネギたっぷりで、あとはキノコ類が大好きですね。キノコ類が椎茸とか舞茸とかね、えのきは嫌いですけど、他のキノコは大好きですね。えのきだけちょっと、ね、なんか苦手なんですよね。どうも喉につっかえちゃうんですよね。ゆかさん、終わるのってことで、そうですね、今日は、もうお昼からずっとやってますので、あとね、皆さんね、こう、ディビジョンの、やったりとかね、他のゲームされたりとか、家のこともありますので、この時間帯で、終わると思います。皆さんね、長時間のご視聴いただきまして、ありがとうございます。Thank you for watching, guys. We'll be back tomorrow or next day. そして、チューン。では、皆さん、お疲れ様です。なんか追ってきたぞ。はい、お疲れ様でした。はい、ではお疲れ様でした。では放送これにて終わります。皆さんお疲れ様でした。皆さんさようなら。バイバイ。バイバイ。See you next time. バイバイ。バイバイ。